どうもタスクの健太郎です。しまるです。で今日は神戸の港川公園ってとこに来てます。はい、うん、でもね、撮影久しぶりすぎて俺口が回ってないよ。3週間ぶりぐらいなんじゃないの。いや、そうで、その生放送挟んでこれやから、はいはい、結構空いてて、うん、俺正直何喋ろうか今分かってないもんね。ちなみに俺大体、はいはいはい、撮影ない時の喋る量を Twitter 程度やもんね、1日で。あ、マジで本当に家にいる時インキャラじゃないですか。いや、そうただの。いや、そうね。まあまあまあ、で俺ずっと最近の俺の友達チャット GPT ね、はい、チャット GPT、うん、俺最近ハマってるのが、はいはい、チャット GPT にレスバをかけるっていうのがあって、あのだからチャット打ったら返事してくれるってやつやろ。そうそう、でね、うん、俺これ一個びっくりしたのが、はい、チャット GPT にボートレースの話を聞いたよ、はい、そしたら意味わからんこと言ってきたよね。まずそもそもボートレーサーってのは A 級から C 級までありますって言ってでね、はい、言ったよ。 C 級なんてないよと。確かにない。そしたら、はい、ありますってずっと言う。でよくよく調べたら1950年代 C 級あったよ。マジで。え、A 級と B 級があって、でそのそこに入れんかった人たちを C 級って呼んでた。うわーと思って俺すぐにチャット GPT にすいませんでしためちゃめちゃ謝った。今日はチャット GPT の回ですか。そう、いろんなことを質問していこうみたいな。そうでしょ。でもね、それがちょっと近しいことをやろうと思って、はい、近しいこと言ったらチャット GPT に俺らは質問するわけやんね、はい、で質問したらいろいろ書いてくるやん、うん、視聴者の方とかコメント欄とかで、うんうん、これってどうなのみたいなやつ来るやん。たくさんいただくよね。そうそうそう、でそれについて答えていこうっていう回なんよね。あ、我々がチャット GPT になるみたいな。そう、これなんや。チャット GPT はもうそれを結果をもうポンで出すけど、俺らは1日かけて検証して答えを出そうみたいな感じ。はあはあ、これ連載ものにするから、その第1弾、企画のタイトルまで決めてるから。おー、ちょっと匂いますけど、怖いですけど、うん、大丈夫ですか。まあ、そういうのはね、やっぱ太郎さんにちゃんとタイトルは、はい、ボートレーストリビアの種、あなたのお悩み解決します。いや、なんかあなたのお悩み解決しますってつけてるだけでただのパクリっすよ、ね、いやいや、俺らが考えた、普通に考えてないです。モロパクリじゃないですか、そこまでやったら。これがパクリって言われてるけど、やることは結構違くて、これってどうなのっていうのを仮説検証するっていう番組ね。でそれでどうだったかっていうのを試すっていうだけであって、同じですね。で今回一番最初にやろうと思うのが、結構俺らも気になるよねってのを持ってきた、うん、ちょっと来てた文面読むね、はい、でペンネームボックス兄貴さん、はい、いやそこなんや。ボーターズさん、いつも動画楽しみに拝見します。ありがとうございます。ありがとうございます。以前戸田でモーター2連打率の高い選手を軸に船券を組み立てたら結構来るという動画を見て、少し自分も似ているものがあるので、ぜひ検証してもらえないでしょうか。ほう。その内容というのが、B1 選手がいいモーターを引いたとき激アツなんじゃないかということです。 B1 選手は A 級の選手と比べると腕が劣ったり実績がなかったりするのですが、いいモーターを引いたときは結構活躍している人がいるんじゃないかなと思ってます。試しに B1 選手がいいモーターを引いたときに軸選手で買ってみたら結構当たってます。これがまぐれじゃないかどうか、ぜひボーターズさんの方で検証をお願いできないでしょうか、ということで来てて。ああ、なるほどね、うんうんうん。まあ、今回のトリビア、はい、つまりはこういうことになります。 B1 選手がいいモーターを持った時激アツレベルはうわやばになります。今犬めちゃめちゃ反応してたで。びくってしてたで犬が。なんすかそのうわーみたいな。え、だから激アツレベルがどれぐらいなのかっていう話、うん、それを今日検証するってこと。あ、そういうことですね。そうそう、うわーについては、うん、今日終わった時にそのうわーのところが取れるみたいな感じ。そう、でこれのいいところが、うん、いいモーターを A 級の選手が取ったら基本的に売れてるよね。まあそりゃそうやね。安い券がそんなにあんまり美味しくないなってなるけど、 B 級の選手が取った時うわめちゃついてるやんってあるよね、うん、だからそこを狙い撃ちできるのが今回の検証のいいところだよね、うん、そう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 、うん、まあ、だからね、的中率はぐっと下がるかもしれんけど、うん、回収率って言ったらそれ以上に上がる可能性はめちゃくちゃ高いから、うん、今回そこをね注目して検証していこうかなと思ったよね。どこでやるの今回は。ボートピア新海地さん、はいはいはい、俺らも行くの久しぶりなんやけど、うん、多分動画で初めてなんや。確かに行ってないね。まあということで、はい、新しい企画なんで気合い入れてやっていきたいと思います、はい、そうやわ、10時やからまだ空いてなかったわ。そう、あと20分や、あと20分ちょっと中で話そうかなって思ってたこと話してしまおう、うん、鉄砲にさっきから俺らいいモーターって言ってるんやけど、はい、いいモーターってなんか分かってる。いや、ちょっと分かんないです ね具体的に教えてほしいですね。そうなんや、ここって結構そのみんな人それぞれいいモーターって意味が変わってきて、もうここは定義付けしようと思って、はい、いいモーターっていうのはモーター順位が15位以内の人、
で、この時に B1 の選手がその15位以内のモーターを引いてレースに出てたら、この選手が対象になるんです。激アツレースの可能性がある。そうそう、うん、ただ俺らもこれ今回検証っていうことで、どれでも入っていいって言ったら負ける可能性あるやん、はいはいはい、勝つ確率上げていきたい。だからこそ今回ちょっと何個か条件を持ってきたい、うんうん、でまず最初に AI 三連対率あるやんね、はい、で B1 の選手って AI 三連対率が最下位になりやすさ、なりやすい時もあるやん、うん、例えば6コース入ったりとか、うん、AI 三連対率が最下位の時は B1 の選手が15位のモーター持ってても入らない、うんうんうん、ここに関しては入らない。で基本的にその選手 B1 でいいモーター持った選手が入ったら軸外するんです。ただこれが問題なのが1号艇に入った時、あの買う相手誰かわからんことになってしまう。 B1 でいいモーターを持ってる選手が1号艇にいた時はもう基本的に剣する、もう軸がわからんけど、だからボーターズは基本的に頭選びみたいな感じだ。そうよね。で最終的に改名を決定するのはもうボーターズが決めるみたいな、うんうんうん、でもここが難しいのが、例えば3号艇にいいモーター持ってて、この時は3号艇頭も買うかもしれんっていうのもちょっと議論の対象になってくる、うん、そういう時ってオッズつきそうですよね。いやそうなん、1号艇の時はオッズが安くなるけど入れんとけど、3号艇頭の時はフォーメーション組めばいいのが取れそうやから、うん、この時はちょっともう一回議論し直すみたいな、うんうん、これだけの条件を決めてるからこそ狙い撃ちできるレースは結構熱いんじゃないかなと思って、うん、はい、到着しました。ってことで、もう早速ね、戸田の1レース目から入っていこうって思ってるんよ、うん、まずそもそも、もうモーター順位のね、15位以内を持ってる選手を見つけると、うん、はい。で、これね、普通にあのボーターズサイトのとこで見れるんよね。戸田1レースを例に挙げると、はい、まずモーター情報見るじゃん、はい、15位以内なので、1号艇と3号艇でしょ。そうですね、はい、9位と7位で、この出走表の方に戻ると1号艇は B1 選手、はい、3号艇も B1 選手、うん、ただ1号艇にモーターいい選手いても買わない、はい、うん、だから今回で言ったら3号艇の選手が軸選手にぴったりってことで3号艇が今回選ばれたわけ。田中選手ですね。そうそうそう、うんうん、おお3号艇すごい抜群に出てるのが3号艇、うん、2点で、うん、もう2号艇に追いつきそうになってるっていう、もう異例の状態になってるのが3号艇このですね、1号艇1着率 24%、はい、でちょっとよく聞いといていこうかな。2号艇1着率 20%、うん、3号艇 19%、 4号艇 16%、 5号艇 17% いったらどれかただその代わりわからんってことで、正直ここ満周率 23%、 今日で2番目に高くて、うん、俺は満周率の高さで広めに加点をするレースね。うん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 、これ245で3の軸で6切るって思われるかもしれない。1がいいなら1を、あ、じゃあ245で、うん、4の時がちょっと高いで25に振るみたいな。あ、そうやね、そうやね、うん、そうだね、そうだね、そうしようか、うん、オッケー、これいこう、これでいきます。で、今回は245頭で、うん、で、3号艇を軸、まあ、3号艇も大体、うん、ただ、4号艇の時だけ満周ばっかりだから資金配分して25の方に振ったみたいな感じ、うん。今回の検証は、はい、点数が多くても点数が少なくても大体2万円前後になる予想から、まあこれでいきます。はい、今回は合計で2万1000円。はい、さあ、アウトでスタート決めて、うーん、どうだ、うちが遅れてほしいんやけどな。4いってるけどね、いってるね、うん、あ、でも攻めれるほどじゃないね。あ、揃ったね。5号艇いいんじゃない。5号艇まくりきれ。さあ、ここ勝負よ、勝負よ。止めて、止めて。いやー、いやー、うちが逃げたー、逃げたー。でもね、安いとこなんよね、うん、確かに安い。あー、安いですね、これ安い、安い。いやー、いやー、これは厳しいな。いやー、3号艇来てるけどな。まだ来ましたね、軸選手は。うん、ちゃんとボクサー兄貴が言ってるのはなんか正しそうだなって感じはすごいするからね。うんうんうん、ちょっとどんどん検証していかないといけないですね。おー、デスタート行きたいんだよな。いや、戸田1レース外しちゃいましたね。外したね。いやー、意味やってたって思った。ただこれ、はい、驚異的なのが、うん、今回1、3、5やったろ、はいはい、よくよく見たらね、はい、全部モーター15位以内。マジっすか。ちょっとでもこれ期待できるかもしれないですね。いや、そう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 、今回の次はどこか決まってるんですか。
次が宮島行こうと思ってて、あ、宮島行けそうなの、今展示ミートだよ、はいはいはい、宮島2レースないけど、はい、今回モーター対象なのが3号艇、はい、今回は8位ですね、うん、8位、そうやね、マクリ選手自体結構出足型にしてるんやけど、うん、本人には合ってるかなっていう感じはするけど、うんうんうん、今回の展示を見て、うんうん、誰頭でいくかなよね、まず俺インはしなくていいと思っちゃうね、イン逃げ戦でいいと思っちゃうね、うん、そうそう、なんでイン逃げしなくていいんですか、あまり1号艇の原田選手1コース走ってないよね、4回走って1回も勝っててないけんが、うんうん、1号艇はいいんじゃないかなって思う、うんうん、実産としては1号艇に関してはレインにすら入れてもいいぐらいなんじゃないかな、うんうん、分かるわ、ここね、エア旋回予想を頼りにしたくて、うん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 、ここでいったら2号艇がまくりと差し合わせたら37ある、うんうんうん、で、3号艇のまくりが11%あるよね、うんうん、確率高いところにモーターがはまったら来るっていうことで、結構3当たるだけだと落ち的にはめちゃくちゃいい、いいっすよね、うん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 、なんか2まで広げて取り紙するのが俺はもったいないと思う、うんうんうん、これ3でいきます、はい、今回は3号艇が対象選手で頭になると予想してます、1号艇が潰れると思ってるのでこれでいきます、3位いきますね、はい、いや微妙、うん、1遅れてるな、うん、あ、いや、いけるんじゃない、ここから伸びていかんかな、一番出てるような気がする、うん、出てる出てる、あ、そう、まくれる、まくれる、よし、まくった、あー、いかんか、まくれ、よし、まくれ、よしよし、オッケーオッケーオッケー、きた、で、3号、あ、待って、ごちゃついてる、オッケー、きた、オッケーオッケーオッケー、3号で2になればいい、3号2になればいいね、ただ2が残せるかなんだよ、すごいっすね、2はね、多分腕的に2やから、あ、いや、あの、保護艇になってるから、あ、マジで、うん、内装艇保護になっちゃうから、あ、大丈夫ね、よし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 、あ、転覆した、うん、転覆してる、で、これで確定、うん、まくり切ったね、うん、3号やから、ちょっと美味しいと思う、めちゃめちゃ安いではないと思う、適中ということで、いくらいってんすか、今回2000円入れてる、2000円ですか、2000円、50倍とかいかんかな、おお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 すげえ、破壊力えげつな、えぐいボックス兄貴マジで、めちゃくちゃいい情報くれてるじゃないですか、2レース連続でモーター来てるけんね、ちょっと待ってくださいよ、この説激安なんじゃないですか、これこれは熱いね今回、モーター対象なのが3号艇、はい、3号艇のまくりが 11% あるよね、確率高いところにモーターがはまったら来るっていうことで、今日これ価値格じゃない、いや、朝一でこんだけの70倍のオッズ引けたらボートレースする人みんないんやけど、価値格っていうということで141,200円できちゃいます。オッケー。次のレース行こう。いや、でかいの当たりましたね。この流れは逃したくないね。今2連続でモーターがいいのは来てるんで。そうなんよ。でもモーター信じ切っていいかもね。うんうん。いや、もう連続的地をちょっと狙っていきたいね。それで今狙ってるのが徳山7レースなんで、うん、はい、5号艇の選手が今回対象になってるよね、うん、俺はもうイン逃げしたと思う、俺もそうなんよ、俺はイン逃げここ60なんです、うん、で、水間選手と武田選手が多分売れてくると思うんやけど、はい、10% と 12% って低いんやね、俺なんか正直そんなにね、狙える確率じゃない、展示見る限りそんな1号艇を脅かす存在っていないと思うから、うん、1でいいと思うし、うん、6も切れるから結構スリムにあって決まるようなレースにはなるかなと、うん、そうそう、手に入れて5号艇の軸とかって落ちんや、うん、あ、そうなんですね、そうこの6線でいこうか、うん、もう本当に割とすんなりこれ、はい、今回はこれでいきます、はい、1号艇の橋本選手が逃げると思ってて、うん、これ実際みんなはあ、2号艇3号艇が A 級だから買おうってなってるけど、うん、1号艇の行き足全然悪くないし、うん、逃げれると俺は踏んでるじゃん、はいはいはい、ただ軸が分からってた時に5号艇いいモーターだしAI 冷めた率も高いということでこの6点でいきます、ただこれめちゃくちゃ高い買い目がいってるから、あ、そうなんですね、激アツです、おーい、これでいきます、はい、大丈夫ね、大丈夫大丈夫、いい感じじゃない、いい感じじゃない、大丈夫大丈夫、あとは5号艇がここで展開ついてこれるかなよね、横一線、うん、いい、ちょっと5号艇不利なスリットかもこれ、1号艇はいいんやけど5号艇が大丈夫か、
ここで5号艇ちゃんと。あ、来た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 。行こう。いいね。オッケーオッケーオッケー。いける。いいとこいる。大丈夫。まだ。全然狙えるよね。差は今6着。いいエンジンやで。そう。まだ。そう。3着はあると思う。あ、そう。ここついてくれ。最1。あー、流れた。いい、これは厳しいが。いやここはね、いつもいつでも来るわけじゃないけどね。逃げとるんやけどね。なんかその、目指せポケモンマスターみたいな。まあ今ここ外れたけど、はい、これ、いつもいつでも来るとこ知って。トダの3レースますか？トダの3レースは、もう、いつもいつでもモーター来る。まあ、ずっとポケモンのこと言ってる。これでいきます。で今回買ってきたのが2号艇頭、今回対象になるのが5号艇だ。4とか3が絡んだでかいって感じ、うん、うわどうしたんですか。5号艇が外に出てしまった。6コースになってしまった。ほぼいってる。いってるナイススタート。5ナイススタート。わこれ6コースやった。あ惜しいな。いやただ伊藤選手がしっかりこう、はい、いやー、いや6、5来てる。あこれ5やわ。うわ、5が残ってる。やっぱ、うわ、5来てるやん。いや、いつもいつでも来てますやん。マジで、ほんとよ。3号艇まくり差し、差し張りに行かな、負けるよ。張りに行かな、そう4入るな、4入るな。1号艇逃げて、そして逃げて逃げきれ、あー、入ってる。これは丸の選手や。これはもう、頭も外れちゃって軸選手も来なかったですね、うん、もうこれはもうドガモな。よし、ナイススタート。オッケー。まず第一弾がクリア。うん。で、3号艇来やすい。めちゃくちゃ来やすい。しっかり握ってきたらいい。うわ、これいいんじゃない？いいね。いいよ。で、5来た。1、3、5や。来たよ、これ。1、5来たら、やばい。回してくれば、チャンスある。普通にある。やばい。来たー !1、3来てる。1、3、5でもいいよ。1、3、5。あー、5号艇させ。させくれ。させ。いやー。1、3、5やったら確実に。うわー、でもプラスか、プラスおお、プラス8000。オッケー。はい、5あったよね。前半終わりましたね。終わったね。前半終わった時点での終始ってどんな感じなんですか。今のとこ5万勝ちぐらい。5万勝ちやね。何レース入ったんですか。6回入ってて2回当たってる。はは。でもモーター自体は4回来た。あ、6分の4来てるんですね、うん、じゃあボックス兄貴の言うこのトリビアのための穴勝ち間違ってないかもしれない。間違ってないと思う、うん、可能性がめちゃくちゃある。俺一個気になってたことがあるんやけどちょっと聞いていい。はい。ボックス兄貴ってポンニーやいや聞き方名前からしてポンニーとの親和性高すぎない。なんでなんすか。あまずボックスはポンニーが最近生放送でずっと使ってるし、はい、確かに。まあでポンニー兄貴とニーって一緒の意味ある、うん、この辺のなんかあまりちょっと凝ってない感じ。本人やったらやりかねんなと思って俺多分本人じゃないかなってちょっと思ってるんやけど。その可能性あるわ。違いますよ。本人じゃない。僕は本人です。今俺らの中では9割9分一緒ない、うん、9割9分もそんな一緒なんですか。だからこそここちょっと証明が欲しいよね。いやまあ一つ言えるのはそんな細かい数字でも変わんす。その B1 でモーターがいいからとかっていう僕感覚とかそういうので勝てるんで。そこまでの知能がないと、うん、誰が知能ないねん。パン君。パン君わぁちょっと3号艇へこんだ。2号艇か1号艇。ここはもう1が逃げるな。2がさせ、2させ、2で惜しいんじゃない。刺さった。来い。で3号艇が入らんってからね。そう2が刺さってあとは3号艇が来たらいい。でここいいよ。あーかかってないか。伸びてきて伸びろ。いやで逃げて、あ、いいね。逃げて、で、6入れる。これ6来た。6! あ、危ない。あ、ちょっと待って。でも、1、3、2やったらいい。1、3、2。いいね。4号艇、6号艇が邪魔やから。頑張れ。はらけ。よし。1、3、2。これでいい。いいね。うわ、やめて。いや、よし。舐めろ。やばい、今の。いやー。頑張れ。切れた。嘘やー。
気になるな、確か。トーダーの11レース行こうと思ってて、はい、対象になるのが2号手の中村選手が B 級で持ったらいいと。頭あるかな。中村選手、頭は考えづらいけどな。ね、じゃあ軸かな、うん、行き足はいいけど、うんうん、俺はこれイン逃げが56なんやね、うんうんうん、で、4号手の1着ですが14パーって、うん、14なんやね、俺、うん、モーター評価は伸びがいいのが2号手と5号手なんだけど、うん、ただ出足がちょっと欠点があるから、出足の方で1号手と4号手がいいなっていう感じ、うん、おつ見たこれ人気のところでも一番人気 18.4 倍とかなんで結構みんな迷ってる感じなんですかね。うん、そうやね。じゃあ14頭で2号手軸で6切る。うん、そうしようか。これでいきます、はい、今回は2号手が軸選手、はい、で1号手と4号手頭なんですけど、1号手は太郎さんのデータでいうと 56% の逃げらしくて、俺も逃げがあっても全然おかしくないと思うから1号手、うん、で次は4号手待つそうなんで4号手も行ってます。これでいきます、はい、2号手スタート決めてね。遅れんかったら1と4で、そして2号手、うん、なんか横一線っぽいけど2号手スタート決めて。ちょっとやばいな、これちょっとやばい、やばい、やばい、このスタートやばい、飲まれるんじゃないかな。残してまくって、よし、で、2残してくれ、2が残せればいい。4来てる。いや、まだある、まだ全然ある、まだ全然ある、全然ある。4は頭来てる。2が来ればいいだけ。2って内側に切り返せばワンチャンあるじゃない、普通にあるよ、2。みんなごちゃついたとこ、2号手あるよ、2号手あるよ、モーターパワーで、あるモーター吹けばある。2号手、ごめん、くるっとゲーム設定だな、これ。なんか入るレースないですか。後半戦ね、1時間待ち。あ、そうなんですか。今日って何レース入りましたっけ。9 9レース入って、モーターはどれぐらい来てるんですか。4回やん、4回来てる。9分の4、9分の4のうち俺らが当てたの2回しかない点が、あ、今中止マイナス1万発になってます。最後2つやったやつね、頭当たったんやけどね、うん、そうだよ、モーターが今回当たっちゃうね。うん、モーターいい人入ってるんやけど、選抜戦とかなったらいいモーター持った人がそのまま入ってきちゃってて、うんうん、この理論って A 級に B 級がこう近づくっていう感覚だけど、 A 級の人もいいモーター持ったりとかして、こう逆に離されてる。はいはいはい。だけどこれ本当はもう前半戦理論かもね。ああ、そういうことですね。そう、朝の仕事に行ったりとかして営業行ってきますって言って、うん、駐車場に車止めて買うような理論かも、ね、ああ、営業マン向けかもね。そうね、そうボックスは、ね、営業マンか。そうで、あとボックスってワンボックスのボックス、うん、消しようか。そうですね、外行こうか。確かにずっと部屋の中でね、ちょっと出ましょうか。ちょっと俺お菓子買ってくるわ。お菓子もう一個新メンバーね、アンパンマンチョコも、アンパンマンチョコって何。俺も食べてみたい、トーマスみたいなの食べよう。美味しい。うん、じゃあ俺アンパンマンだけ全部食べる。美味しい、そうやな、美味しいですよ。ストちょうどいいよ、いいよ、お父さん食べてください。お父さん食べてください。アンパンマンいいですよ、食べて、いい、食べてください。彼女おれへん。あ、お父さんとも戯れるっていう。そういうこと。これが深海寺の良さ。これが深海寺のね。うん、関西の番組見てたら結構こういうのよくあるよ。うんうんうん、長いの番組ないやろ。ないね。一切ない。おっちゃんカットインないですか。鉄板っすけど、大阪の。激アツやったね、今のはね。おっちゃん登場。なでもあれ結構ね、緑背景ぐらい。うんうんうん。よくある。赤とかじゃなかったね、緑やったね。赤はちょっとね、阪神の帽子とかぶってほしいですね。俺、タロちゃんなるとるなと思ったのが、うん、おっちゃんならどれを選びますかって聞くのがすごいなと思った。そこ、いや、すごいなぁ。あの人、恵比寿さんちゃうか。彼女おれへん。安いところは厚めにしたくて、うん、あ、そうやね。そう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 、こ1-3に1-2-3あたりやね。そう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 。いいんじゃないですか。いいよ、あー、へこんでる。まず2号手連れて、で3号手、ウブカズ選手はどっか飛んでって、いいんじゃない。で、2残して、いいんじゃないですか。あ、1、3、2、でもこれ、まあ、当たってはいる、もう
ました。とりあえず的中。的中。安いけどね、まあまあとりあえず当たることが大事やね、うん、あと少しでプラス1プラス、35,500円。ただ別に行き足がいいってわけじゃないですね、売り切れちゃう。4号艇が今回モーター対象になってるよね。須藤選手、モーター順位は8位。8位、この8位っていうのはいい8位なんですか？俺はあんまりいい8位だと思ってなくて、はい、今回が6節目なんだけど、まだ使って間もないし、A 級が乗ってるからいい勝率上げてんじゃないかなと思う部分がやっぱりある、うんうん、だからこれちょっとこうあんまりかなと思ってるところもある、うんうんうん、あこれはね、もう正直もう2節ぐらい使ってほしかったね、うん、じゃあ頭はないってことや、うん、頭はないと思うな。よっぽど本当に0-0とかスタートいかんと無理ってことやね、うんうんうん、分からない、はい、頭ないけど、血が逃げるか逃げないかな、うん、そうですね、そうだけどね、展示的に見ても見るってことやろ。そうだよね。いやこれね、松尾選手単体は強いんだけど、うん、問題は2号艇の新田選手で、あんまりスタートいけてないよね、うん、コアセンス、そう、うん、松尾選手単体というよりも2号艇自体の壁がないことが俺はこの陰性不安、松尾選手の頭を切るってことですね。そうやね、ただ人気どこだしね、強い選手なんでちょっと怖いけどね、うん、本田は思うね、うん、向こうの曲ってわけじゃない、うんうんうん、せっかく4号艇が分かっとるから、うん、そこの利益を最大限にしたい。そうやね、こうなった場合が当たるよね、うん、そう、なんか最終日やけんいかんちゃう、うん、そうだね。実質のラストレース、これになります。はい、これ4号艇が対象選手のね、はい、で、今回は2,3,5を選んでると、うん、ほうほうほう、で、6を切ってます。18点かな、この5っていうのが、はい、太郎さんが桐生は半周ラップタイムを見とくといいよっていう言ってて、うん、5号艇、なんと1だったよ、ほうほうほう、っていうことで、はい、太郎さんのこれ1をして5号艇を入れてる、うん、ということで、この回で、ね、これもう実質のラストレースだけど、はい、当たれば8分先がありますから、2,3来たら何回までありますか、はい、これでいきます。まあ、絶対4号艇スタート、うん、4が遅れた時点でダメだよね、熟成しない、そう、4号艇スタート、お願いします、絶対にスタート決めて行こう、4号艇スタート、スタート、スタート、あ、4行ってるんじゃない、いや、行ってる、行ってる、いい、これあるぞ、あ、4号艇行って、いいんじゃない、ダッシュ1号艇遅れて、遅れて、4号艇、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、攻めて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 、行け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 、え、5いいんじゃない、これ、え、入ってる、え、入ってる、え、これかかってるよね、これ来てますよ、6に抜かれちゃうのだけの問題で、あ、そうそう、こういうの6がね、強いよ、ね、オッケー、石渡選手、さあ、行こう、大丈夫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 、頑張れ、頑張れ、頑張れ、負けるな、須藤選手、マジ、モーターパー、モーターパー、頑張れ、頑張れ、頑張れ、どっちも、どっちも、いやー、頼むな、頑張れ、まずモーターパー、モーターパー、須藤選手、モーターパー、モーターパーで行こう、石渡ジュニアになら勝てる、大丈夫、大丈夫、行け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 、マジ伸びて耐えろ、よし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 、いやー、ついた戦いだぞこれ、生かしてますの、大丈夫、西畑選手ね、回したくないよ、大丈夫大丈夫、刺され刺され刺され、行け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 、マジで刺され、モーターパー、モーターパー、モーターパー見せてくれ、頑張れ、熱い熱いよ、刺されさ、逃げてくる、絶対逃げてくる、あー、ちょっと待って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 、伸びてくるぞこれ、耐えろ、熱い熱い熱い、いやマジ、頼む、マジ、マジ、こいつよ、大丈夫大丈夫大丈夫、絶対これ、いやマジで逃げてくるよ、4勝たないで、4勝たないか、負けるな、逃げたら勝たないか、よっしゃよしよし、いや絶対4ね、4ね、4ね、5、1、4、よっしゃ、いやマジ来たモーター、モーター、いやこれね、多分ね、モーターこれじゃなかったら負けてる、ああ、いやそうだったね、6勝手の石発選手うまい、いくら入れてるんですか、1000円入れてる、1000円、くるくるくるって出た、来た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 、頼む、よっしゃ、いやでもいい、いい、よっしゃ、プラスプラスに、プラスプラス、モーターパワーの力最後見ましたね、よかったね、最後のレースえげつないけん、もう何回か負けたと思った、俺も思った、太郎さんの半周ラップだよ、マジきますね、もう桐生マジでね、あの半周ラップ絶対見たらいい、俺はあんまりいい8位だと思ってなくて、はい、A 級が乗ってるからいい勝率上げてんじゃないかなと思う部分がやっぱりあるね、うんうん、頭はないってことや、うん、頭はないと思うな、はい、いやマジでやばかった、いやなんなら1号艇と5号艇もやり合ってたけどね、
ずっと追っかけ回されてた、ね、ずっと追っかけ回されてたということで最終レース6万200的中です。危なかった、マジ耐えた。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。長かったね、一日ね、うん、こういうね、検証系はやっぱね、一日通すけ長いっちゃんね疲れましたね。疲れた。収支としては、うん、大体22万円投資したい、うん、で、回収が26万ほう。で、今回俺らが入ったレースが11レースあったね。はい、その中でモーターが来たのは6レースだった。そう、5割超えない。うんうんうん。で、しかも俺らが船券的中したのは6レース中4レースだった。おお。結構な的中率だよこれ。確かにね。船券がちゃんと頭さえ当て続けてたら、うん、そのモーターで2分1で当てれるっていう理論。うんうんうん。しかもね、 B1 やからオッズも美味しかったよ。あ、確かにね、B1 であんまり売れてない中で5割以上来てるっていうのは結構の精度ですよね。そうそう、だからただあのインディゲの時はちょっとやっぱりバレてたりとかしがちやった、うん、あ、ここやね、インディゲ以外の時はバレてないなっていうのが結構あったけど、その辺とか狙えたら結構いいね、これはね、うんうん、だから言ったらこうやって買ったやけど、多分これはね、まだまだ改善点はあると思う。そうね、改善点ってどういうところが改善点なんですか。まあやっぱり切れ切りだったりとか、はい、エンジン自体が持つパーセントっていうものが本当なのか嘘なのかっていうのも見分けんといかんと思うし、うん、しっかりと数字に対して読み解くっていうところが求められるのかなと思うよね。あとね、対戦相手も重要。はははは。今回外したところ、うん、15位以内が何個かおったんよ、他にも、うん、こういったところって結局対戦相手がいいモーター持っとるから、はいはいはい、そこって入らん方が正解だったなって感じ。その辺を見ていって自分なりに来る来ないを判断していったら、どん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 的中率上がると、うん、で、今回みたいにコメント欄に書いてもらったやつを検証していくっていうのをちょっとねシリーズ化したいよね、はい、あ、なんでそういったなんかあのこれ試してほしいとかちょっと疑問に思ってるんですけど、うん、もうこのレベルでいい件が、うん、もしあったらコメント欄に書いてもらったらそれ俺らが実践していこうと思うんで、ぜひ書いてみてください、はい、で、実際今日朝シスさんがあのそこでさピロピロ言ってたんや、うん、なんか レベルはみたいなのついてたよね実際システムとしてはこれ何割ぐらい8分咲きぐらい。8分か、うん、なんかね、満開まではいかんけど、うん、でも8分かなっていう感じがするから。確かにね、まだ改善点あったもんね、うん、そうそうそう、うん、でもね、条件が整えば満開になると思うんだけど、まだ見つけれてないから、うん、ちょっと8分かなって感じ。まあとりあえずね、ポニー本家っぽく締めてください。お願いします。また一つこの世に一つのトリビアが誕生した。B1 選手がいいモーターを持つと海物語にサム登場ぐらい熱かった。確定やん、確定やん、確定。それって確定なんでしょ。 あ、そうなんすか。あ、じゃあそしたら次回第2弾もやりたいので、ぜひ皆さん、はい、あのコメントの方よろしくお願いします。はい、帰りますか。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。これゴールデンスーパーチャンス、大体70万ぐらい跳ねます。上がってきてるけどあと2つ、あー